ラウンドワンに行きたくなったのんちゃんです。あ、ラウンドワン近くにある？あ、この近くにですよね。あのお天気カメラからも見えますよね。ラウンドワン覗いてみるか。どんなだ、どこだ。あ、お、これだ。行ったことないな。あります？ない。うん。ラウンドワンね、ないな。ありますけど、こんな近くに。でもこの近くにバッティングセンターがあって、セワイ行ったことがある。え、スポッチャってなんだっけ。スポッチャなんか聞いたことあるけど、え、ラウンドワンの中にスポッチャがあるってことか。あ、ないですか。行ったことない。そう、ラウンドワンだったらボーリングのイメージがありますけど、いろんなスポーツが体験できるんですよね。スポッチャないなぁ。なんか運動とちょっとね、無縁だったりするので。まずは。え、待って。ハイキューとコラボしてる。え、ハイキューコラボがある。で、なんか友人がハイキュー面白いよって教えてくれて、え、じゃあお休み期間見てみるってなって見始めたら大ハマり。なんかバレーできる気がするまで勘違いして。あとオリン、あ、危ない。国際的な世界大会があったじゃないですか。それでちょうどその実際のその二次元じゃなくて三次元のあのバレーボールも見る機会がそのギュッと夏に集まってバレーボールをやりたくなったんですよ。何これ、ボーリングしに行けばもらえるってこと？グッズがいろいろある。10月6日まで誘おうかな。なんか、配給コラボあったら、連絡するって、誘うねって言ってたんですよ。それで、乃木坂も、一ノ瀬美空ちゃんが、北新介が王子様って言ってて、そこかと思って。ねえ、ちょっといいですね。え、フードも、それぞれの、学校ごとにあるんだ。え、超面白そうなんですけど。スカッシュどこ行った？ボーリングね、一緒にしようって誘って、配給コラボ行けばいいってことですね。最高。楽しみ、いっぱいあるじゃん。ラウンドワン、ね、気持ちが上がってきました。ラウンドワンね、東京いろいろありますよね。やっぱお台場だな。行くしかない。楽しみです。楽しみ増えていいですよね。そう。なんかアニメってやっぱりいろんなところでコラボしてるじゃないですか。それがね、楽しいですよね。なんかお出かけのきっかけになる。これ行ってみようかなとか見てみようかなとか、そうそうそう思いました。あー、じゃあ楽しみですね。いろんなお出かけの案が出ました。ちょっといろいろやってみたいことも増えて、ボーリング大会とかねありますけど、スポーツの秋ですから体を動かしていきたいなと思います。